今日はですね、ちょっとあの変わったことをご紹介したいなと思うんですけども、皆さん泊まるときホテルって泊まるじゃないですか。まあ、その他にはあのタイムシェアっていうね、方法があったり、あとバケーションレンタルっていう方法もあるんですね。今日はバケーションレンタルっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。バケーションレンタルっていうのはある程度、まあ、オーナーの方がいらっしゃるんですけど、使ってない時にその部屋を、効率よく貸し出すっていう、システムがあるんですけども、だからあの部屋ごとにね、いろんな個性があるんですけども、今日はすごいあの素敵なところがあるんで、ちょっとご紹介したいなと思います。で、今日はちょっとあの紹介していただく担当のね、エアリアのバケーションレンタル、何でしたっけ、エアリアバケーションレンタルの、はい、ブラッドです。のブラッドさん、はい、ブラッドさん、ブラッドさんは何、こっちで生まれ育ったの？そうです。あ、こっちで生まれ育ったの、はい、あ、そう、それで HS 入って、で、レアレアで、はい、今バケーションレンタル担当で、はい、ね、ということで、あのそういうセクションができるぐらいあのしっかりしてるんですけど、今日のちょっと物件をじゃあちょっと紹介してね、もらいたいんですけど、今日の物件は、基本的にあれですよね、最低1ヶ月、あの限定の最低1ヶ月は泊まなきゃダメですよっていうあの、まあ、規定はあるところなんですけどね。最低30発です。30発ね。はい、じゃあちょっとそれどういうところかちょっと見てみましょうか。見てみましょう。ちょっと来てください。多分驚くと思います。ここもね、歩いてる、ここはね、もう廊下からこうやって見えるなんて普通ありえないんですけど、これブラッドさんあれなんだよね、ワンフロアに1ルームなんですね。そうですね。ここは、はい、で、このフロアはこの部屋しかないみたいですね。これはもうダイヤモンドヘッドのすぐ麓のところ、カピオレンパークのエリアのところにあります、物件なんですけど、廊下からもうすでにこの海が見える。部屋は一体どうなってるんですかね、これね。ちょっと見てみましょう。こういう感じです。うわすごいです ね、 ね、こっちをちょっとまず行ってみましょうか。こっからこのリビングのこういう感じでオープンエアになってますね。いやいやいや、すごいな。これ海がそのまんま見えるっていう。ここはなんか1ヶ月はちょっとやっぱり痛いな。30日だったらなんか1年間一生懸命頑張ってね、仕事して、1ヶ月はハワイでゆっくりしようなんていう方にはもうぴったりだと思いますけど、このダイヤモンドヘッドエリアなんで非常に静かで波の音だけが本当に響いてて、そしてこんなにビーフがね、海が綺麗なのがもう真下に見えるという、すごいと思う。もうすごいと思うけど、このリビングも、まあ、2ベッドルームなんですけど、これ建物自体はカピラリンパークの、まあ、一番端ですよね、はい、ダイヤモンドヘッドの麓のエリアになるんで、もう本当あの先端のところなんですよね。で、これなんていうマンション、マンションというか建物なんですか。こちらのビルはシーブリーズ。シーブリーズ。じゃあ、 あのレアレアバケーションレンタルの時にお願い しようってなった時はシーブリーズをちゃんと指定すれば、こういう部屋がありますよってことですよね。はい、はい、シーブリーズだそうですからね、ぜひこれはちょっと皆さん目標を持ってなんか、泊まられるのはご推薦したいと思います。1ヶ月間ゆっくりと1回、まあ、最低1ヶ月ですから2ヶ月でも3ヶ月でも大丈夫なんですけども、じゃあちょっと部屋をあの見てみましょうか、ね、これがまあ俗に言う大あのリビングですよね。じゃあリビングからもう海がこんな形で見えるっていうのはすごいな。すごいですね、これは、ね、こっちにキッチンが、ちょっと見てみましょう、ここがキッチンで、キッチンがキッチンもまあすごい広くて、ね、こんなでかいあの冷蔵庫ありますけど、まあ、冷蔵庫があるということはここでまあ料理できるんで、
まあ、いちいち外食はね、ハワイだと外食ってなっちゃうんですけど、まあ、ここで、すぐあのカハラモールも近いんで、カハラモール行って買い物して、ここで、料理を作るという、そういうハワイの滞在、これがバケーションレンタルの、まあ、いいところだと思います。全部揃ってますんでね、オーブントースターから、何から、ワインセラーまでありますんで、全部ここは揃ってますね。非常にここまで揃ってるっていうところは、まあ本当綺麗だなと思います。でこっちちょっと部屋見てみましょう。マスターベッドルーム、まあメインのベッドルームなんですけども、まあ、こちらの方に、ね、あれがありますよ。お風呂がありますね。これ、まあ、もちろんお風呂ありますんですけど、ほらちょっとこれ素敵ですよね。素敵なお風呂。これなんか物件紹介してるっていう自分がまたあれですけど、おトイレもまた窓が前にあってね、ほらもうゆっくりと、これなんかできそうですね、これね。でこっからあのマスターベッドからこれまた海が見えるって、これすごくないですか、これね。マスターベッドからも海が見えるんですよ。日差しがどの部屋にも、やっぱワンフロアにこの物件が一つですから、どこにでもこう窓があるって感じでね、非常にこれゆったりできると思います。ほらこんな柔らかいんですみたいなね、コマーシャルやってますけど、はい、ここに寝ちゃうと怒られちゃうんで、はい、こっち行きましょう。でこっち、2ベッドルームですけど、こちらはゲスト用のなんかバスルームだそうです。でゲストルームのバスルームがある。まあこれ綺麗ですよね。これはゲストの方専門のバスルームと、それから洗濯機、洗濯機もありますから、洗濯機、乾燥機。そして今度こちらの、部屋ですね、ゲストルームと言われる、もう一個の部屋になると思います。こういう感じで、ゲストの方はここへ泊まっていただいたり、まあファミリーでしたらお子さんがとか、こちらの方に泊まって、まあ、一緒に過ごすと。しかし静かです。ワイキキではこのやっぱ環境はちょっとないですね。風の通りもすごいいいんで、もう本当にこれ、もう一回なんていうところでしたっけ、シーブリーズ、うん、ちなみにこちらは6、うん、6号室、あ、6号室っていうシーブリーズ6です。あ、シーブリーズ6っていうのも名前がついてるぐらいね、かっこいいね。なんか正義の味方みたいな名前ですけど、まあこういうことですから、皆さんぜひバケーションレンタル、通称バケレンっていうんですけども、レアレアのバケーションレンタル、ぜひご利用してみてください。面白いと思いますよ。